こんにちは。グレースライトバスケ留学のグレースです。今回は NCAA ディビジョン1所属、ユニバーシティオブノーステキサス内にあるインテンシブイングリッシュラングエッジインスティテュートを訪問しました。とにかく敷地が広く、学生の数も多く、まさに D1 の大学という印象です。このビル内はすべてインターナショナル用のオフィスとクラスルームになっています。日本語の掲示板を見つけました。日本の大学3、4校と提携があるらしく、日本人学生の多くは日本の大学からの交換留学生のようです。留学生の多くは大学敷地内にある寮に住み、ルームメイトはアメリカ人で、寮生活の中でもしっかり英語を学べる環境が整っています。語学学校内のアクティビティや学内の運動サークル、イントラミューラルやイベントにも参加でき、充実した留学生活を送れるプログラムになっています。シーズン中は D1 のバスケを思いっきり観戦できるのも魅力的ですね。アメリカの大きな公立大学の生活に興味のある方にとっておすすめの大学だと思います。